こんばんは。ひましたがた自宅配信の、テスト配信、第3回目です。今日はですね、カメラを3台に増やしてみました。うちでつなげるカメラ、マイクロ USB、ん？マイ、HDMI のマイクロ端子でつなげるカメラがほとんどなんですけれども、ハンディカム2台と、今日は GoPro 7をつないで見ています。あと、昨日の配信なんですけれども、ちょっとアスペクト比が、なんていうんですか、ちょっと細くなってて、痩せて見えるっていうようなことを指摘されて、今日は配信ソフトの OBS っていうのを入れてみました。これでちょっと正常なサイズになっていますでしょうか。あと USB じゃないや、HDMI のケーブルも、購入して、あとはスプリッターっていうのも入れて、今日は3台で撮っています。で、本当は、4台、もう1台カメラつないで4台で配信するつもりだったんですけれども、ちょっと、Amazon で購入するのをミスって、マイクロ HDMI ではなくて、HDMI ケーブルを購入してしまいまして、今日は3台でやっています。で、あとは、配信の自動スイッチャーの間隔を、昨日は6秒間隔でやったんですけど、今日は7秒の間隔にしています。まあ、そんなに変わった感じはしないかなっていう気がしますね。で、GoPro で今、表示している、これわかるかな？こういう感じで、GoPro の方を、モニターの方に向けています。こういう感じですね。これ、スイッチャーの止められないのかな？ 3 番、3番で。あ、こういう感じですね。あ、ダメだ。自動になっちゃう。モニターが、4画面モニターのものと、実際に配信しているものが見れるものっていうのが見れるようになっていますということで、これが、GoPro で、これか？これの GoPro で今映してるやつですね。自動スイッチングで一人でやるのはいいんだけど、確かにこれ、このカメラで配信したいっていうやつを任意にするっていうことはなかなか難しいのかな。ちょっと設定がまだよくわからないですけど。ちょっと昨日は蛍光灯でやってみたんですけど、部屋にある地明かりだけでちょっと今日は配信しています。かなり暗い感じがするかなと思うんですけど、どうでしょうかね。お、結構見ていただいてますね。水野さん、こんばんは。安島さん、高野さん、鵜飼さんと、田中さんですね、こんばんは。で、基本的に今一人で語ってるんですけれども、別に一人語りがしたいわけではなくて、誰かゲストとお話しする、ような感じにしたいなと思っていて、一応それのセッティングとか、どういうふうにやったらいいのかなっていうのをちょっと今試しているような感じです。はい、何の話しましょうかね。とりあえず、こういうフリップボードみたいのもちょっと、買ってきたんですけど、今日は皆さん何の日か知っていますか？今日は、多くの人は給料日ですね。給料日。はい。給料日ですけど、今日皆さん何か美味しいもの食べに行ったり、何か買い物したりしましたかね。僕は特に美味しいもの食べてないです。というか、ここにいるのでまだご飯食べてないんですけども。
買い物はしました。HDMI ケーブルを2本とスイッチャーを買いました。それぐらいかな。昨日ちょっと結構な散財をしてしまったので、今月はあんまり大きな買い物はもうできないかなと思ってはいるんですけど、この配信セットを持ち歩いたりとか、もうちょっと何か、綺麗に見えるような仕組みを作ったりとかっていうことに少しお金をかけたいなとは思ってはいるんですけれども、そうですね。なんか、とりあえずそんなに、すぐに何か買おうっていう感じではないですけれども。一応明日、高野さんともお会いする予定になっていて、まあ、その時にまあちょっと簡単に持っていければそこで配信もしてみたいななんて思ってるんですけど、どうですかね、高野さん。だんだん喋ることがなくなってきましたけれども、今何分ぐらい話しているのかな。とこっちで時間が見れないぞ。まあテスト配信なんでそんなに長々話すつもりはないんですけれども、今日は3カメで撮りましたということです。明日は4カメを試してみたい。4カメ。HDMI のマイクロケーブルを、買ってきて4カメでやりたいです。ちょっと待ってね。明日はこの、ルミックスの FZ1000 っていうカメラを、もう1台加えて全部で4カメで撮ってみようと思います。まあはっきり言って、1人で撮るのに4カメって何の意味もない気はするんですけれども、まあちょっととりあえずテストなので、やってみます。今週、まあ、ないしは来週、まあ、今週末ですとかですね、何かこう配信してみたい、何か喋ってみたいことがあるっていう方がいたら、ぜひ、何か一緒に番組、配信やってみませんかっていうのと、あとこんな配信を、やったら面白いんじゃないかなっていうアイデアがあれば、ぜひ、試してみたいので、メッセージとか、コメントいただければ嬉しいです。やってみたいのは、例えば同じ本を読んだ人同士でその本の感想、まあ、思ったことっていうのをちょっと話すとか、あと、ボードゲームをやりながら配信するとか、まあ、そんなこともやってみたいななんて思っています。あとは僕の本業の、インバウンド語りみたいなこともやりたいなと思ってますし、ゲストの人と、のテーマに沿って話すってこともしてみたいかなと思っています。はい、今日はちょっとこの辺で、終わらせていただきたいかなと思います。では皆さん、おやすみなさい。